皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、キーコさんです。ラはい、ということで縦火活字重心化おめでとうございます。巷ではつくよみゼロにすげえ強いよっていうことで、評価されている高見勝地重心化ですけども、まああとは、近畿の5区の5とかでまあ使える、もともと高見勝地使ってた税なんであれなんですけど、さらに使えるようになったと。 SS もね、ラミエルみたいなスパンっていうタイプでね、すごい遅いんだけども貫通タイプになって、弱点に当たると超強いみたいな、そういうタイプですね。で弱点キラー M がスワビについていて、で調教なんだっけ、落雷なので実質結構強いんじゃないかなと言われてるんですけども、内部弱点とかにもめちゃくちゃ刺さるということですね。しかも、副友情コンボも電撃なんでこれも強い、まあ、砲撃型じゃなくてパワー型なんですけどね。はい、そんなわけで、じゃあ早速つくよみゼロに行ってみたいと思います。1回ね、先ほど使ってクリアしたんですけれども、まあ、初感としてですね、1回だけ使った初感としては別にって感じかな。めちゃくちゃ強いかっつったらそうでもなくて、こういう通常のこういうプレイ、既存通りのプレイから、桁外れな動きに変わったかって言ったら、そんなことはなくて、壊れすぎてない、ちょっと地味な感じかなとは、正直思いましたね。まあ電撃は強いんですけどね、電撃はまあ言うて強いんですけど、攻略方法が様変わりしない、マイルドな、マイルドってことをさっき下平さんが言ってたんだけどね、マイルドな重心化じゃないかなと思います、今のところよ。今後は分かんないですけどね、どうなるかは。なので今これ動画撮ってるんですけど、攻略方法が基本的に、さっきの言った既存の攻略方法と変わんないですから、すごく変わり映えのない地味な映像となってますよ、これ。まあ、これしょうがないですね、そういうもんだから。サードですね。で SS でボスの弱点がもしちょうどいいところにあればゲージ1本飛ばすことはできたりするんですけども、今の時代ねゲージ1本飛ばすって結構地味で、ワンパンできるっていうなんか、まあ、クエストによるけどね、時代なんでなんとも、ちょっとまあ難しいですね。はい、弱くはないですよ、もう一回言いますけど弱くはないです、強いんですよ。もっと内部弱点にね、この、落雷、調教落雷が刺さるステージっていうのはどこなんだ。BX さんじゃなくて、なんだっけ、メメントモリか。メメントモリとかか、どうなんだろうね。ファースト、これいってんだよな。まあ、電撃だから、あ、そっちか。だからいろんな敵を殲滅できるってところに関してはかなり最強となりそうだなと思います。ただ回復されちゃいますからね、ここちょっと気をつけないといけないっていうのと、ちょっと位置どうなったのこれ、やりづらいじゃん。あ、惜しいな、あと一発じゃないか。ファースト、あ、ファースト寝てないね、これね、 OK、 これは OK じゃない、それはもうでもそれは OK となんか言って何気なくささっと進んでますけど、これも既存のね攻略方法なんであれですけど、地味なボラギノールではありますよね。今のところボス戦からの SS でどれぐらいねこう目立てるかっていうところで、ちょっと今回映像に収められたら再あの顔なんですけどね、どうでしょう。まだボス戦ではないし SS もな1段階目までしか溜まってないんで、何その位置、立て込んでいいじゃん、弱点キラーが最強、えっ、ちょっと早いよ今のは偶然運が良かったんですね、ボス来ちゃったんだけど、しかもあと5ターンダメだからちょっとぐたるか。2杯当てたいと思うけど、カニみたいな感じ。なるほど。そしたら、こうだろうな。で、サード。ありがとう、ラスト。よっこいしょ。ポンポンポン。
あー、フォースの位置ちょっと悪いかな。まあいいや、ここは適当です。結局ボスがいいとこにいらっしゃるので、まあね、これでちょっと SS 当てていこうかなというところですね。場所悪い、それはちょっと、セカンド、こっからですね。これをちょっと収めてみたかった。剣取ってからだったらちょっと参考にはならないけど使ってみたかったな。うん、ぶっちゃけ。あ、え、強いな。強い。